俺の名前はたかし。今日で俺はこの中学を卒業する。はあ、高校お互いバラバラなところになっちまったな。ま、縁があったら会えるさ。お前さ、夢とかあるの？将来何になりたいかとかさ。おるぜ。一応夢ってほどじゃねえけどさ。へえ、何なんだよ。俺の友人セータは勉強も運動もほとんどできず、本人のやる気もそんなにない、堕落した人間だと思っていた。人間って変わるもんなんだな。俺の夢はな、楽して暮らしたい。とにかくそれだけだよ。本当に夢って言えるほどのものじゃねえな。セータ、人間は汗水垂らして働くもんなんだぞ。そんな常識を打ち破る。それが俺さ。呆れて俺は何も言えなかった。それからしばらくの時が流れ、俺たちは社会人になった。いやー、中学卒業以来だよな。元気にしてたか？おお、親の葬式とかいろいろあったけど、なんとかやってるぜ。さらっと重いイベント乗り越えてるじゃねえか。大変だったんだな。さて、そろそろ腹も減ったし、どっかで飯食うか。そして俺たちが向かったのは近くのハンバーガー屋であり、セータはなんと俺の分も払ってくれた。おいおい、いいのかよ、カッコつけてさ。いいんだよ、金ならあるしさ。楽して暮らしたいと言っていたセータは、俺に飯をおごるほど経済的にも余裕のある人間になっていた。お前変わったよな、あの時とは違うよ。買いかぶるなって。俺は何も変わってねえよ。いやいや、変わったって。何の仕事してるんだ？あは？仕事？何もしてねえよ。生活保護もらって暮らしてるからな。は？言っただろ、楽して暮らしていきたいってさ。本当に何も変わっていなかった。いやいやいや、なんでそうなった？お前就職してなかったの？いやいや、さすがにしてたよ。でもさ、ほら、新型ウイルス、あれのせいでうちも業績悪化して倒産してさ。さっき言った通り、親も亡くなってたから資金的に頼れる身内がいなかったんだよ。じゃあ再就職しろよ。バイトでも何でもさ。それも考えたんだけどさ、なかなかいい求人もなくてな。悩んでいる俺に典型があったんだよ。典型？そうっすね。それならさっさと生活保護もらっちゃってください。典型だったな、これしかないって思ったよ。いや、それひっきじゃん。何影響受けてるの？でもそんな簡単にもらえるもんなのか？まあ俺はそんなにもらえることは期待してなかったけど、とりあえず申請したよ。条件とか厳しくないのか？もちろんあるぞ。俺は全部クリアしたけどな。まず世帯収入が最低生活費を下回っていること。無職だからな。あと預貯金、保険、土地、住宅など活用できる財産がなくて、扶養に入れてくれる家族、親族がいないこと。あとはこれだな、通院の必要性があるのも対象だ。さすがに倒産してからメンタルやってて、夜眠れなくてやる気も出なかったから。ああ、だから通院がどうとか言ってたのか。お気楽そうだけど大変だったんだな。そんで聞き取り調査とか結構いろいろな過程あるけど、まあそれっぽくそれなりに答えてたら申請が通ったってことか。そういうこと。で、いくらくらいもらえるの？13万。結構もらえるんだな。後から知った話だが、自治体によって最低生活費というラインがあり、微妙に差異はあるが、少なくともバイトをチビチビするよりはるかに高い収入だった。お前本当にそれでいいのかよ。いつか就職するんだろうな。どうだろう、今のところ未定だな。なんなら俺の一日見てみるか。お前にも生活保護のメリット教えてやるよ。別に興味ねえけど、どっか行くのか？そしてセータに連れて行かれたのは整形外科だった。前の仕事で腰痛めてからずっと続けててな、リハビリ。ここのスタッフさん、マッサージもうまいから快適なんだよ。なるほどな。でもメンタルクリニックにも行って、ここにも来て、そこそこ金かかるんじゃね？あ、医療費ゼロだぞ。はあ？ただなの？暮らしのために必要な医療だからな。この間は鼻づまりがひどいから耳鼻科にも行ったし。それもただなの？暮らしのために必要な医療と言われたらそれまでだが、なんだかと
てもずるい気がした。てかバイク、生活保護なのにバイクなんていいのかよ。見てみろよタカシ、今俺は通院にバイクを使ってるだろ。メンタルクリニックも徒歩じゃかなり遠いし、バイクが必須なんだよ。それうまく活用して、田舎の生活保護受給者って高級車乗ってたりするからな。それは確実にアウトだろう。そして処置を終えたセータに連れられて、俺はセータの家に向かった、生活保護ってかなりギリギリの暮らしって聞くし、かなりボロいアパートなんじゃ。ああ、あそこあそこ。そして俺の予想は大きく外れた。家賃安くするために郊外にしたらいいとこあってさ、結構綺麗だろ。綺麗すぎるよ。何なんだよ生活保護って。そしてその中は最低限必要な家具はあり、猫までいる始末だった。ま、ゆっくりくつろいでってくれって。後でゲームでもしようぜ。ツッコミどころ多すぎるんだけど、猫とかゲームとかスマホとかいいのかよ。猫もゲームもスマホもセーフだよ。貯金もある程度は OK だから、結構ソフトもあるぜ。あまりにも自由な生活保護ライフに俺は心から呆れた。お前楽しいのか、こんな暮らししてて。おお、超楽しいよ。幸福度の高まりを感じるぜ。よし、ゲームのセッティングもできたしやろうぜって。おい、どこ行くんだよ。帰る、休養、思い出したから。そうか、セータの暮らしは確かに快適そうだ。医療費の免除に関しても正直羨ましいと思うけれど、どうしても納得できない部分もあった。俺はケースワーカーをしている叔父秀樹にセータの一件について話すことにした。だからさ、あのままじゃあいつもっとダメになっちまう。なあおじさん、あいつをどうにか抜け出せる方法ないかな。抜け出す方法なあ。お前この数字どう思う。210万分の2万6000、なんかのデータ。生活保護から抜け出せた人の数だよ。は？そんなのありえねえだろ。だって生活保護って一時的なサポートだろ。なのになんでそんなに。じゃあお前考えてみろ。医療費などが無料で保障されて、社会保険、年金などの支払いも免除。これらが生活保護を抜ければ課せられることになる。貯金さえすればプチ旅行にも外食もできる。そんな生活保護を抜けるメリットあるか。じゃああいつはもう。セータ君にはセータ君の人生がある。彼が幸せなら他人がとやかく言えることじゃないだろう。おじさんの言葉に俺は何の反論も思いつかなかった。俺これからもあいつと普通に友達続けられるか自信ねえよ。それもまたお前次第だろう。ライフスタイルが合わないのであれば距離を置くのもまた大人の付き合いだと思うぞ。そっか。そして時は流れ、30年後、俺は生活保護の暮らしを今も続けていた。このもやし安いな、買いだな。生活保護のデメリットではローンが組めないことや資産が持てないことに加え、時代とともに減る支給額の減額が挙げられる。俺の暮らしはどんどんギリギリになっていき、好きな服も食べたいものも気軽に選べない、とても胃の痛い暮らしを送っていた。お母さん、今日ハンバーグがいい。はいはい。これが俺の望んだ暮らし。生活保護は国民の権利であり、堂々と生活保護ですと口にしていた時代もあったが、その負い目は年を取るごとに俺を蝕んでいった。何のために生きてるんだろうな。あ、セリタさん。ああ、面談の日か。家の前に来ていたのはケースワーカーのシオンという女性だった。生活保護を受けていると定期的にケースワーカーの面談を受けることになる。大抵が当たり障りのない聞き取りで、そこまで掘り下げられることはない。だいぶやつれてますけど大丈夫ですか。ああ、快適だよ。ギリギリだが暮らしていける金がもらえるからな、生活保護は。快適。いつもならそれで終わる面談だが、今日は違った。あのセイタさん、こんなことをお尋ねするのぶしつけかもしれませんが、生きている意味がわからなくなったりしてませんか。生きている意味。その時俺は自分の胸の内を全て話すことにした。ああ、そうだよ。生活保護は確かに楽だった。デメリットなんてほとんどない。だがな、
楽なだけだ。楽なだけで他には何もない。なら仕事に。仕事につけって話だろ。あんた考えてみろよ。何十年もブランクが空いている人間が働くことがどういうことか。ですがほら、仕事以外にも。仕事以外にもつながりとかか。ええー、よ、デイケアだって全然合わなかった。漫画だったらこういう時、昔馴染みの友達とかが来てくれるんだろ。でもな、これは現実なんだ。俺にはもう何もない。俺が悪いんだろうけどな。セイタさん。すると彼女は俺に一枚の紙を差し出した。人生は続いていくんです。それでもだから私はその人生の選択肢を停止することはできます。それのリスクや不安を天秤にかけてでも自分の人生を変えてみたいなら相談してください。それからしばらくの時が流れた。ここは最近できたクッキーやパン作りをする場所であり、 P 型作業所という最低賃金も保証されていない職業訓練のような場所であった。いらっしゃい。俺はそこで働いていた。どうですか調子は。働いても生活保護もらわなきゃ暮らせないのに変わりはねえのに、よくこんなろくでもねえところ進めやがったな。まあ仕事はそんなに難しくねえし悪くはないがな。そうですか。でどうです、まだ生きていくの嫌ですか。うるせえ、さっさと帰ってくれ。後ろの客が疲れてる。アールグレイクッキーください。私チェリークッキー。はいよ。働くことは怖かった。働かずに楽して生きる人生を俺は望み、現実から逃げていた。けれどこういう形で人に感謝されたり何かやることがある人生というのはそんなに悪くはない。もう少しだけ生きてみるか。